今回はウォーキング50分相当と同じ効果を得られるたった2分の座ったやじろべえを紹介していきます。立ったままのやじろべえ、以前紹介したんですけども、今回は座って行います。簡単に言うと座ったままバランスを取るだけです。たったの2分、動画を見ながら一緒にやってみてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、座ったまま行うやじろべえを紹介していきます。今回のいいところは、体を動かす上で大切な腰とお尻の筋肉の強化、股関節とハムストリングの柔軟性が身についてきます。この4つは体を使う上でとっても重要になってくるんです。座ったまま各足たったの1分ずつ、合わせて2分、足を上げてバランス取るだけです。どこでも誰でもできると思います。動画を見ながら一緒にチャレンジしてください。立ったまま行うやじろべえやってないよーって方は、動画の最後にリンク貼ってますんで、そちらもチャレンジしてみてください。それでは紹介します。はい、まず座ったままで片足伸ばします。そしたら片足持ち上げて、この足を横に動かしたり、前かがみになって後ろに動かしたりします。できれば足を床につけない状態で足をいろいろ動かしてください。1分足持ち上げたままなんで、結構辛いと思います。もし腰とか股関節痛くなったら、足下ろしてもいいですから、少し休んだら残りの時間また動かしてください。そして足後ろにした時にハムストリングがストレッチされるんですが、もし足上がらないよって方は、ちょっと前足曲げてもいいです。前足曲げたままで片足ずつ足を動かしてバランス取ってください。結構お尻が辛くなりますが、頑張っていきましょう。それでは1分動かしてください。いきます、スタート。これでね、いろんなね、足をね、動かしながらつけないように、いろんな動かし方をしてね、お尻をね、使ってください。足上げているだけでお尻使ってるんで、結構ね、辛いと思います。前足辛かったら曲げてください。このようにね、同じ動きだけでもいいです。体のいろいろ動かしてください。ふう、これはね、辛い。前足のハムストリングがすごい伸びる。あ、下についた。足をね、つけないように、お尻がもうだるい。前足曲げてもいいですからね、こういう感じで。お尻とか伸ばしながら、はい、OK です。今度は反対足です。同じように1分間足動かしてください。スタート。こんな感じでね、あー辛い。ふう、足をね、こうやって動かしたりとかね、バランス取りながら、足がつかなければいいです。こういう感じでいろいろ足を動かしてください。前足曲げてもいいです。こういう感じでね、体を動かしながら、お尻、股関節使ってください。ふう、辛い辛い辛い、結構辛い。これ体の動かし方がね、すごくね、上手になってきますんで。キャー、あと少し。OK! いやー、結構辛かったですね。次は、おまけとして、立ったやじろべ、各足1分ずつ、ついでにやっちゃいましょう。いきます。はい、中腰になった状態で、片足伸ばして、いろんな足の位置に動かしてください。これで1分キープです。スタート。いろんなね、足を動かして、足の裏をしっかり使ってください。落ちないようにバランスを取ってください。こんな感じでね、危ない。バランスがね、ちょっと油断したらね、崩れますからね、気をつけてください。あんまりね、
油断すると一度崩れてね、こけちゃいますから気をつけてください。あれ、うーっせー、こんな感じでいろんな体の動かし方して足裏を使ってください。これでお尻にくるね、これね、ボーリング投げるポーズ。OK、 さあ反対です。同じようにいきましょう。スタート。ボーリングを投げるポーズ、これもねすごくねいいんです。足の裏のバランスが取れて、お尻が鍛えられて、体幹がね身につきますから。スマホ持ったままの方はね、手は動かさずに足だけでもいいです。いろんなね足の動かし方をして、ついてる足でバランスをしっかり取ってください。これ、どんな動きでもいいです。ジャンガ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 ジャーンって多分皆さん知らないと思うんですけど、アンガールズさんです。ボーリング、ふう、ふう、あ、お尻にくる。これいいな。ボーリング、あぶね。おっと、OK。お疲れ様でした。いや今回ねたったの4分も動いてしまいました。こんなねバランス取るだけですが、しっかりねストレッチ、股関節の使い方、お尻腰の強化、足裏の使い方、そうなってくると姿勢が良くなったり、体幹が鍛えられたり、歩き方が上手になって痩せやすくなったり、いろんなメリットがありますんで、こういったたまにはね足の裏を使う、バランスの悪い動きをするっていうだけでも歩くよりもしっかり筋肉使われてるんで、何度も動画見ながらやってみてください。今回頑張ってやってみたよって方、よかったらグッドボタンとコメントで感想教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。